札幌宮沢そして名古屋丸山という両キャプテンを先頭に左足ですのでキーパーから離れていきます。ショートを選択中に入れてこぼれたところで左足踏み手クロスバーです。厳しくなりやすいですよね。ここですね、はい、うまく触れなかったですよね、まあ、福森選手少しかすってましたけども金崎選手ですかね、前節初ゴールここまで4アシストの金崎です。まあ、バウンドもゴール中央シミッチいや早いですね。マテウスです。クロスが入ってニアサイド前だ、決定的でした。まあ、直接に関してはかなり距離がありますのでね、そこまで警戒してないということだと思います。合わせてきましたファーサイド折り返してこれでアウト。ボールが流れて金崎は触れず入れて速いボール、キムミンテのヘディング、マテウス、ガブリエル・シャビエル、まだ選手たちが中に残っている。マテウスが入れてシミッチのヘディング、大位置からマテウス、速いボール中央へシミッチ、ゴールキーパー菅野、 J に送るルーカス・フェルナンデス、チャナティップが入っていく。ルーカスはドリブルでまだボールを失わない。菅もいますがその菅へ通った、ペナルティーの中に入ってくるシュート、最後は丸山がかき出しました。累積3枚目、先ほどのシーンです。ここですね、まあ、触ったことによってカバーできる時間できましたね、はい。まあ、しかし J 選手が入ったことによってこれで2つ、まあ、連続的にチャンスが生まれましたので、はい、少しゲームが動いている感じ出てきましたね。前が空いた、クロスが入ってドーグラス・オリベイラ、まだです。相馬が手に当たった PK だ、 PK だ、札幌終了間際に PK 獲得。このシーンですが、いかがでしょう、まあね、恋で。では改めてルーカス・フェルナンデスの PK です。ランギラック止めた、FC 東京戦に続いて2本、まあ、PK で、まあ、最も取りやすいと言われているゾーンがまず腰の高さと言われていますよね、はい、キーパーが手が出しやすいということで、はい、その次にやはり低いボールとなるんですけれども、もし真ん中に行けるんでしたらやはり浮かさないと、まあ、成功率が減ってしまうので、まあ、さまざま考えたと思いますけれども、はい、選択肢としてはなかなか厳しい選択肢を選んでしまったのかなと。